ライラ・カリドはパレスチナ民族評議会員で元パレスチナ解放人民戦線の活動家で元テロリスト第二次世界大戦中の1944年に当時イギリスの委任党治療であったパレスチナのハイファで生まれたその後1947年にイスラエルの建国を嫌って家族全員でレバノンのベールートへ移住した1959年に ジョージ・ハバシュが率いるパレスチナ解放運動に参画し、その後1967年にハバシュが設立したパレスチナ解放人民戦線に参画した。その後の1969年8月29日に PFLP が起こしたローマ発アテネ域のトランスワールド航空840便ハイジャック事件を成功させたことで PFLP の女性活動家として 世界的に著名になった。しかしこの事件でその顔写真が世界中で報じられ、世界的に著名になったため、その後新たなテロ事件を起こすべく整形手術を受けた。1970年代、2000年代、1970年9月6日に、イスラエルや西ドイツ、スイスなどに捕らえられた活動家を釈放させるべく、 PFLP が起こした PFLP 旅客機動時ハイジャック事件の一環としてテルアビブ発アムステルダム経由ニューヨーク行きの LR 航空二百十九便をハイジャックした。しかし同乗していた私服警備員がカリドと共にハイジャックを行ったサンディニスタ民族解放戦線の活動家として世界的に著名なニカラグア系アメリカ人のパトリック・アルゲイドを射殺しカリドも 銃撃戦の末取りを抑えたために失敗に終わった。その後同期はロンドンのヒースロー空港に着陸し、カリドはスコットランドヤードに引き渡された。なお、この際にエルアル航空機以外にも4機の航空機がハジャックされ、そのうちの3機がヨルダン国内に強制着陸させられ300人以上の人質が捕らえられたため、PFLP は直ちにカリドも 交換釈放リストの一員に入れることとなった。その後、イスラエルが PFLP との直接交渉を拒否したため、国際赤十字委員会やヨルダン、シリア、スイス、アメリカ、イギリスのみならず、ソビエト連邦まで巻き込んだ交渉が行われた結果、9月12日にすべての乗客、乗務員が釈放された後に、各国に収監されている PFLP の活動家と、 カリドも釈放された。その後カリドは PFLP が推し進めた暴力的手段によるパレスチナ解放を否定し、現在はパレスチナ民族評議会のメンバーとして各国で講演活動を行うなどしている。ありがとうございます。